ハイカラ万歳。尺八演奏家の中村ひかずです。皆様こんにちは。大人のためのインターネットテレビハイカラ万歳の時間がやってまいりました。本日も新宿区にありますハイカラスタジオからお届けしてまいります。ナビゲーターのハイカラ編集長青野秀俊でございます。6月ももう今日が最終週ということでございまして、もう間もなく7月、夏も間近という感じでございますけれども、今日はですねちょっとユニークな、業界からのお客様でございます。世界で活躍されております、尺八演奏家作曲家でいらっしゃいます中村明和先生です。中村さん、ようこそいらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。皆さん今 NHK の大河ドラマで天地人という、時代劇ですか、この中でも中村先生が尺八演奏をされて担当されているということで、多分ですね、ちょっと怖いシーンとかで、あ、そうですね、あの時代劇でも中村さんのお話を聞、あ、音楽を聞いたことある方多いと思うんですけれども、少しお話を伺う前にプロフィールをご紹介させていただきます。中村明和さんなんですが、コムソー尺八のいろんな先生に、使いまして、それで NHK 邦楽技能者育成会をご卒業後ですね、米国のバークリー音楽大学でジャズを学んだりとか作曲を学んだりとか、その後ですね、英国ニューイングランド音楽院大学院修士課程をご卒業されたりしておりまして、日本のこの尺八業界って言ったらいいんでしょうか、尺八のこの音楽界ではもう第一人者でございまして、世界でも有名な CD も8位にランクされたりとかすごいんですよね。そういう大変な先生でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。尺八というのは僕ら時代劇の世界とかではよく耳にするんですけど、中村さんが尺八を、僕より4つ先輩でいらっしゃいますんで、尺八をするっていうのはピンとこなかったんですけど、どうして始められたんですか？その前にですね、エレクトリックギターをやってまして、エレキですね。そうですね、はいはい、そうですね、はい、それでその時にギーンというようなね、それまで のレスポールとかチェッド・アトキンスというようなですね人たちはポツンポツンとこう弾いてたのが、ある時期からグーンとこううなり出したわけですよね。でその音にやはりこう見せられましてですね、毎日毎日その家でこうアンプとかいろいろギターとかエフェクターをいじってですね、どんな音が出るのかこう一生懸命やってたんですね。である時に、尺八と琵琶とオーケストラの曲を聴きましたら、その尺八の音たりやですね、そのエレキギターの作った音では足元にも及ばないようなものがこう出てきてたんですね。でこんなすごい楽器が日本にあるのかと思いまして、そのレコードを吹いてた方にお電話してですね、ぜひ教えてもらいたいと、言ったわけですね。それまではじゃあロック少年というか、あ、もうエレキ少年みたいな感じだったんですね。そうですね、そうですね、その CD を聞いて、あ、これだと、そうですね、それもまたすごい話ですね。で、その先生について、じゃあ初めて尺八を吹くんですか？はい、そうですね、で、ただ趣味でやろうというのは分かるんですけれども、はい、まさかそれがご職業になってっていうのはイメージされたんですか？いや、最初はですね、やはり趣味としてやりたいなと思っていたんですね。ですがだんだんこうそこにのめり込んでいきまして、気がついた時にはもう、プロになってたっていうような状況ですね。中村さんがプロとしてデビューされたのは何歳ぐらいの時なんですか？25、6ぐらいですかね。じゃあ5、6年の勉強でもう、そうですね、大学の間ずっとやりまして、それから化学会社の研究所みたいなところにちょっと勤めまして。サラリーマン経験もあるんですか？そうですね。でそれを辞めまして、プロになったという状況ですね。そうなんですか。実はですね、番組をご覧の皆さんもすごいんですよ。例えば文化庁の芸術祭優秀賞を2回取られてるとかですね、あるいは松尾芸能賞を受賞されてるとか、文化庁舞台芸術創作奨励賞を取られてるとか、これ結構文化庁とかこうすごい肩書きついた賞をたくさん取られておりまして、でもすごいことになっちゃったんですね、人生が。じゃあそうですね、もう全く予想もつかなかった展開ですね。でも親御さんは心配されたんじゃないですか？せっかく科学メーカーに就職して、と思いきや
息子さんそうですね尺八始めますみたいな、はい、そうですね、もう今まで教育は何だったのかとそういうことだったら出てってくれと。やっぱりそうですか、そうですね、でそれがきっかけで今度アメリカとかイギリスの方に留学もされるわけですよね。はい、そうですね、まあ、最初のきっかけはですね、柴田恭兵さんたちと一緒にですね、はい、ニューヨークのブロードウェイで東京キッドブラザーズっていうのがやったんですね。ありましたね、でそれに一緒に音楽を担当していってですね、そうしましたら、まあニューヨークタイムズであるとかニューズデイっていう新聞に随分取り上げてもらってですね、はいはい、それで向こうでいろいろな人たちと知り合うことができるようになったんですね。それがいろんなことのきっかけだったと思ってますけど。尺八は皆さんご存知でも、よくコムッソさんが、はい、吹いてますけど、なんでなんだろうと、いうのと、コムッソって一体何なんだろうっていう疑問を持っている方、結構番組をご覧の方多いと思うんですが、この辺からまず今日は講義を始めていただきたい、はいはい、コムッソというのはですね、基本的にお坊さんで、はい、尺八を吹いているという状況なんですが、それが元だったと言われているんですね。例えば一休禅師が尺八を吹いていたとか、はい、一休禅師が作ったという曲も今も残っているんですね。そうなんですか。ただですね、それが急展開しましたのは江戸時代になってですね、豊臣方が全部負けてしまったわけですね、はいはいはい、そうしましたらその浪人たちがですね、はい、自分たちの何かこう食いぶちを探すためにですね、また自分たちの地位保全のために、武士しかなれない禅の僧というそういうものを作ったんですね。そういう宗派をですね、不家宗というんですがね、それで、その人たちが、不家宗は、お経を読んだり座禅をする代わりに尺八を吹くんだと、そして、尺八で、托鉢をして、お米をいただいたりして生活をしていくということをやり始めたんですね。もしかするとストリートの原点かもしれないですね。そういうことですね。で逆にですね、そのコムソを、幕府も黙認してですね、その人たちをスパイに使ったという部分もあったんですね。それでよくいろいろな薩摩藩にこうコムソの格好をしていくとかですね、コムソの格好をしていくと向こうの忍者と会うとかですね、まあそれが本当だったかどうかは分かりませんけど、そういった部分もなかったわけではないんですね。特別な吹き方っていうんですか、はい、難しいお話なんですが、密則っていう、はいはい、これが専門的なものとしてあって、今日はちょっとその辺を教えていただきたいんですが、はい、それどういうことなんでしょうか。はい、これはですね、日本人がみんな昔はやっていたという呼吸法なんですよ。そうなんですか。今我々何か呼吸法がうまくいってないですよね。日本中全部ですね、はい、ですそれは何かっていうと、西洋的な腹式呼吸もまだできない、そして昔我々の体に宿っていたその密足っていうのももう少し危うくなってきてしまったというところなんですね。ということは健康にもいい呼吸法ですか。そうです、とってもいいですね。先生今日それをちょっと教えていただきたい、はい、どうやったらいいんでしょう。簡単にやるとですね、まず、骨盤をちょっとこう倒していただいてですね、はい、そうです、こういう感じで、はいはい、そしてですね、ふーっとふー疲れたって言ってこう息吐きますよね。あの感じでふーっとお腹を膨らませながら吐いていただきたいんです。そうですね。そしたらですね、ここからがちょっと難しいんですが、さらにちょっとお腹を出すつもりでそーっと息吸ってください。ふー吐きました。そしたらそのまま体を動かさないでですね、お腹をさらに出すつもりでそーっと息吸ってください。止まったまま。口でいいんですかこれ。鼻でできるんですね。そうです。そしたら今度はですね、さらにまたお腹出すつもりでふーっと吐いてください。そしてまたさらにお腹出すつもりでそーっと吸ってください。はい、そうですね。それでもうできてるんです。日本人はですね、半分はまだその密足の習慣を持ってるんです。いろんなところにですね。ですから皆さん、一日お仕事されてですね、帰ってきて自分の、机なり椅子なりのところで座った時にですね、骨盤倒してふう疲れたってやりますよね。あれがまあ密足なんですよ、はい、もし腹式ですとね、お腹へこましてふうってこう、逆に力入っていくんですが、出しますよね。そうですね。ふう疲れた、
でそのままお腹を出したままこう吸ったり吐いたりしていただければですね、もうこれは体がですね、満タンになっているこの用意をしておいてそのままで、止まって吸ったり吐いたりしているので、非常に大量の空気を、いっぺんにこう吸ったり吐いたりできるんですね。しかも、非常に早くできるんですよ。すぐ吸えるんですね。ですから苦しくならないんですね、すごいですね、こういう呼吸法が日本にはあった、古来だったんです。そうです、すごいことなんですね、ですから、まあ、これがある意味では日本の文化を生んだと、例えば、こう剣を構えた時にですね、腹式呼吸でふーふーってやってたらポカンってやられちゃいますよね、あの時はまあ、この密足でですね、ピタッと止まってどこで吸ってるか分かんないような感じでこうやってるからこそこう隙を狙うというようなね、ことが出てくるわけですね、でこの呼吸法は尺八に関してもとてもプラスになる、そうですね、歌とか尺八ではもう全く違ってくるんですね。ちょっとそれをお見せしたいなと。そうですね、それは一旦ちょっと CM を入れさせていただいてまた続きを伺いたいと思います。どうもありがとうございます、はい。